ユータ、1980年6月17日隊は、元プロ野球選手。プロ入りから2008年までの登録名は、本名。2009年から2011年の登録名は、河合ユータ。2012年からの登録名は、ユータ。上田西高等学校では3年夏兼大会ベスト、8、進学した大東文化大学では2年春に主戦となるも、そのシーズンで、 首都大学リーグ2部に降格し、4年秋の入れ替え戦で、自身が2勝して、復帰に貢献。大学卒業後は日本通運へ入社し、変則左腕として、都市対抗野球に2年連続で出場し、救円当番、その活躍が即戦力と評価され、2004年のドラフト会議において中日ドラゴンズから4巡目で、指名され、入団。背番号は17。 小川正俊とは、社会人時代もバッテリーを組んだ。2005年には1軍で4試合に登板するも、その後2年間は1軍登板がなかった。左の先発候補として、ウエスタンリーグでは安定した成績を残すものの、豊富な先発陣の厚い壁に阻まれて活躍できなかった。2007年のオフに、ドミニカのウィンターリーグへ参加したのをきっかけに成長を見せる。 2008年4月11日に出場選手に登録され4月16日の対読売ジャイアンツ戦でプロ初勝利を挙げたヒーローインタビューではプロ入り直前に死去した父親へウィニングボールを捧げると涙ながらに語ったしかしこれ以降は調子を落とし1軍と2軍の間を行き来しこの年はプロ初勝利となった一生に終わった契約公開により 年俸は200万円増加の1100万円となった。2009年1月15日、登録名を高校時代の友人に考えて、もらったという、かわい歌に変更することを発表した。3月5日のオープン戦で読売ジャイアンツを相手に4回、5失点をしたことで、開幕は2軍で迎えるものの、4月21日に昇格し、 4月26日の対読売ジャイアンツ戦で1年ぶりの勝利を挙げると6月の月間4勝を挟み7月12日の対広島東洋カープ戦にて球団新記録となる開幕9連勝をプロ初完封で飾り7月30日の対読売ジャイアンツ戦にて勝利したことで開幕11連勝まで記録を伸ばした次の当番となった8月6日の対 阪神タイガース戦で初黒星を起死した。その後、シーズン終了まで5連敗となり、規定投球回もクリアできずにシーズンを終えた。契約公開により、年俸が2300万円増の3400万円となったものの、その後の記者会見で、開幕11連勝に対する評価は高くなかったと発言した。また、この年は日曜日に登板することが多かったため、 ファンからサンデーカワイと呼ばれるようになった。2010年も先発ローテーションの一角として期待されるが3月2日の広島東洋カープとのオープン戦での負傷によって開幕ローテーションから漏れた。5月24日に一軍に昇格し、同日のタイ東北楽天ゴールデンイーグルス戦にてシーズン初登板、初勝利を挙げた。しかし、この後一勝も挙げることもできずに3連敗し、 二軍降格となった。最終的な成績は6試合に先発で出場し1勝3敗となるなど、前年からの期待を裏切ることとなった。2011年は先発の谷間として活躍し、シーズン5勝を挙げる。5月8日の対読売ジャイアンツ戦にて1年ぶりに、プロ2勝目となる白星を挙げ、10月11日の対東京ヤクルトスワローズ戦では、 タイヤクルト戦での初勝利を挙げた。2011年の日本シリーズにおいても第4戦に先発した。契約公開により年俸は750万円増の3000万円となった。2012年1月15日に登録名をユータにすることが球団から発表された。シーズンは甲府長の波が激しく1軍と2軍を往復することとなり、 一軍での勝利数は3勝に終わり、防御率4.31と前年より大幅に悪化した。2013年は開幕から二軍暮らしが続き、リーグ戦終盤に3試合登板したのみに終わった。2014年は5月から一軍に登録されると、7月9日のヤクルト戦では5回を投げて3アンダム失点のところで、コーウコールドとなり、2009年7月12日の対、 広島戦、以来5年ぶり2度目の完封勝利を挙げた。その後も先発ローテーションの一角に定着し、19試合に登板して2009年に次ぐ6勝をマークした。2015年は3試合の登板に終わった。2016年9月22日、名古屋ドーム内での会見にて、ドラゴンズ一筋でやってきて、この球団で終わりたいと決めていたと述べ、当シーズン限りでの引退を発表した。 同年10月31日付で任意引退工事された。引退後は中日の編成部プロスカウトを務め、名義はかわいいとしている。爪のケアを大切にしており、週1回は名古屋市内のネイルサロンに通っていた。かわい進むに関するカテゴリー、ありがとうございます。